今回は点検の放棄の対策として、電気設備技術基準のよく出やすい条文について解説しています。今回の条文は第27条の2ということで、電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康被害の防止を規定した条文になっています。 で、条文の方がこちらで、で、よく出やすいところを、えー、黄色で、えー、示しておりますので、えー、ご確認いただければと思います。でですね、えー、まあ、内容の方を、えー、解説しますと、えー、まあ、あの、変圧器、開閉器、その他これらに類するもの、または、えー、電線路を、えー、発電所、変電所、開閉所、及び需要場所以外の場所に接するにあたっては、 えーまあ、通常の使用状態において、えー、当該電気機械器具等からの、えー、電磁誘導作用により人の健康に被害を及ぼさないように、えー、しないといけないですよというのが、えーまあ、前半部です。ちょっと長いんですけれども、まああの前半部あんまりえっ、ー、と空白箇所になって問題に出たりとかあんまりしないと思うので、まあまあ、要するにあの、まあ、変圧器とか開閉器とか、えー、の近くですね、えーと で、あの、あんまり、あの、電磁誘導作用、えー、電磁誘導作用ですね。電磁誘導作用で人に、健康を、えー、人の健康に影響を及ぼしたらダメです。というようなところですね。で、続きを見ますと、当該電気機械器具等のそ、えー、それぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の、時速密度の平均が、えー、商用周波数において200マイクロテスライカ。 になるようにしないといけないと。で、まあ、前半部で、あの、まあ、電磁誘導で人の健康に影響を及ぼしたらダメですと書いてて、じゃあどれぐらいの電磁誘導さ、えー、誘導作用までいいのかっていうところでは、まあ、時速密度の平均値で規定されてて、商用周波で200マイクロテスラ以下なんですという内容です。まあ、この200マイクロテスラというのがよく出やすいので、しっかりと覚えておいていただければと思います。 はい。こちらの方が、第27条の2、電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康被害、健康影響の防止の条文のよく出やすいところでございます。